ライシーアム劇場はニューヨーク市マンハッタン区の4番街23丁目と24丁目の間にあった劇場。1885年に竣工し1902年まで運営されたがメトロポリタン生命保険会社タワーの建設に伴って解体された。これに代わって新しいライシーアム劇場が45丁目に建設された。 旧ライシーアム劇場が運営されていた期間のほとんどにわたってダニエル・フローマンのライシーアム劇場専属劇団がここを拠点とし当時の重要な演劇が上演され俳優たちが数多く舞台に上がったこの建物の山荘からなるオーディトリアムは高さ75フィート幅48.5フィートあり727席が設けられその内訳は ボックス席88、1階全部席344、2階正面席172、ひな壇式さじき123であった。この劇場は伝統を用いた最初の劇場ではなかったが、トーマス・エジソン自身がその設計思考に関わったとされる全面的に伝統だけで照明をまかなった最初の劇場であり、内装の設計はルイス・カムホーとティファニーが手掛けた。 しかし、新機軸として導入された新しい技術の中には、長続きしなかったものもあり、最初のシーズンには、オーケストラが自動エレベーター車によってフライギャラリーに上がり、そこからプロセニアム越しに上演中に演奏を流すという趣向があったが、2年目からはこの車は撤去された。入場券は、会場当初は1ドルから2ドル50セントであった。俳優、劇作家で、 舞台技術のイノベーターでもあったスティール・マッカイとプロデューサーのグスタブ・フローマンがライシーアム演劇学校の拠点としてこの劇場を建設しフランクリン・ H サージャントと共に運営することを企てたこの学校はほどなくしてニューヨーク無演劇学校となりついで1888年にアメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツとなったサージャントはすぐにこの事業を離れ その後の半年ほどの間にマッカイとフローマンは、ティファニーら債権者たちへの支払いのために、自分たちの持ち分を売却処分せざるを得なくなった。やがて、女優ヘレン・ド・オブレーが支配人となり、彼女はアメリカ合衆国における最も初期の女性劇場経営者の一人となった。グスタブの兄でインプレサリオであったダニエル・フローマンが、 三シーズン目の初めから経営を引き継ぎ、劇場が解体された1902年まで経営者の座に泊まり、その後、45丁目に新たなライシーアム劇場を開場した。ダニエル・フローマンは、劇場の専属劇団として、ライシーアム劇場専属劇団を運営し、概ね同じメンバーの劇団が、各シーズンに異なる演目を上演していた。フローマンは、現代劇を、 数多く上演紹介しようと取り組んでいた。実際に上演された中には、古めかしいメロドラマ形式のものも、より新しい、映画時代の到来直前の時期に広まっていた、自然主義や現実主義の形式によるものもあった。来シアム劇団は、俳優たちやセット、音楽家、制作クルー、広報担当などを、丸ごと地方巡業に送り出すこともしていた。それ以前は、 主役級の役者たちだけが巡業に出て、各地の地元の俳優たちや音楽家たちと公演をすることがよくあり、結果として、公演の芸術的な質は、まちまちなものになっていた。1886年から1890年まで、デイビッド・ベラスコが、ライシーアム劇団の舞台監督を務め、ヘンリー・チャーチル・デミルとともに、劇団のために3作品を共作し、演劇学校でも、 共鞭を取った。1899年1月、劇場閉場の3年前に、フローマンは劇団をダリーズ劇場に移した。フローマンは劇団が移動した後も、弟のチャールズ・フローマンと共に演劇の上演を継続した。ライシーアム劇場で上演された演劇には、アメリカ合衆国やイギリスの俳優たちが出演した。その多くは、後に、 サイレント映画にも出演した劇団員同士で結婚した例もあった。来シーアム劇場では80以上の作品が上演されたが、その他にも何十もの事前行事、コンサート、講演会、アマチュアや学生による上演、短期間だけ行われた巡業講演やレパートリーシアター形式で上演された作品などがあった。以下で WP は世界初演。 AP はアメリカが収穫所演を意味する。ありがとうございます。